こんにちは新しい友達、青井和香菜と竹財輝之介がダブル主演するドラマ年の左近が MBSTBS ドラマイズム枠で12月15日深夜にスタートする。仲間厚男の同名漫画を実写化した本作は恋愛初心者の箱入り娘、村上舞子と舞子より二十歳上のバツイチ中年、男子花里晴美の関係を描くラブストーリーだ。父親の勧めで気乗りしないお見合いをした舞子だったが、 大人な雰囲気を漂わせる、晴海にときめき、積極的にアプローチを開始。一方、晴海は舞子が大事な取引先の社長の娘だったため、お見合いだけして断るつもりだったものの、すっかり彼女のペースに飲まれてしまう。そしてたった3回のデートを経て、二人の新婚生活が始まることに、舞子を葵、春美を竹財が演じる。監督は、広木隆一、稲葉博文が担当。脚本は、ねじめあやき、松井かなが執筆する。 原作について、葵は舞子の周りを引っ張っていくほどの、まっすぐさや、旦那さんの晴美さんとの優しくて、温かい心のやりとりに、とても憧れを覚えましたとコメント。竹財は、いわゆる池王子で、こりゃ大変だ、というのが第一印象です。僕もすでにおじさんで、知らないうちに守りに入っていることも多々あると思いますが、原作をリスペクトしつつ、ドラマの世界観で、晴美を生きられればと思っております、と述べた。ドラマイズム、年の左近。 2020年12月15日、日スタート。MBS 毎週、火曜24時59分。TBS 毎週、火曜25時28分。初回は25時38分。青い若なコメント。お話をいただいたときに、恋愛もののドラマ、ましてや奥さん役を、ほとんど経験したことがないので、私ですかと、嬉しく思いつつもびっくりしてしまいました。笑いそして念の差婚というタイトル。一体どんな夫婦なんだろう とそちらも驚きました。ですが、原作をさせていただくと、舞子の周りを引っ張っていくほどのまっすぐさや、旦那さんの晴美さんとの優しくて、温かい心のやりとりに、とても憧れを覚えました。二人が時々失敗をしながらも、年の差を超えて、素敵な夫婦になっていく日々を皆さんにお届けできるように、そして舞子らしく、竹財さん演じる晴美さんを全力で振り回していけるように、笑い頑張りたいと思います。竹財照之助コメント。 原作を読ませていただきましたが、いわゆる池王子で、これは大変だ、というのが第一印象です。僕もすでにおじさんで、知らないうちに守りに入っていることも、多々あると思いますが、原作をリスペクトしつつ、ドラマの世界観で、はるみを生きられればと思っております。葵さんは、マイコー・ブルドーザーのようだと、表現していらっしゃったのが印象的でした。瞳に力がある、素敵な女優さんなので、精いっぱい振り回されたいと思います。笑い。 どうぞお楽しみに。仲間まをコメント。この度はこの、このような素敵な機会をくださりありがとうございます。大変感激しております。あおいさんのまっすぐな眼差しやまんの笑みなど、一目でい,いや、ま舞こだ、と思いました。竹財さんの優しげな雰囲気や、口調なども完璧に、はるとお二人ともイメージにぴったりで驚いています。こんなに素敵な役者さんたちに演じていただけて、本当に感謝で、胸がいっぱいです。 他の豪華なキャストさんたちも、どんな風に演じてくださるのか、今から放送が楽しみでなり、ま、次のオーディオビデオでお会いしましょう。